上田達也は格闘技が好きでボクシング歴は17年以上桜井翔を兄貴として慕っており桜井がカトゥーンのライブにサプライズ出演したこともあるポメラニアンを飼っており名前はチビちゃん大学受験に行くためマネージャーにその日は休みたいと言ったところその日は収録日だとガチギレされ結局受験できなかった両親の勧めで 芸能活動をしやすい都内の高校に通ったが、結局下校後も暇つぶしをしていたと語り、本人いわく黒歴史。インスタライブで、事務所のメンツの倒し方を語っており、近畿キッズ k i d もの堂本光一の倒し方は、フライングのワイヤーに切れ目入れとく。